フェルラン・メンディは、フランス・イブリーヌ兼ムラン・アン・イブリーヌ出身のサッカー選手。レアル・マドリード所属。ポジションはディフェンダー。1995年6月、パリ近郊のムラン・アン・イブリーヌにてフランスに移住した、セネガル人の両親の間に誕生。9歳からパリ・サンジェルマン FC の下部組織に加入したが、11歳の時に、父親が高い、14歳の時には腰に重傷を。 大悲劇に見舞われた。選手生命も危惧されるほどの重傷であったが一年、近い過酷なリハビリを経て復帰。その後、パリ近郊のクラブ、FC マントワでの活躍がスカウトの目に留まった。メンディは、2013年に育成に、定評のある、ルアーブレーシーに引き抜かれた。2016から17シーズンには、リーグルで35試合に出場。2017年6月、 リーグ1の競合オリンピックリオンへ移籍する。契約期間は5年間で移籍金は500万ユーロ。リオン加入後はその才能を本格的に開花させた。持ち前の驚異的な身体能力を活かした攻撃力を見せて2017から18シーズンは27試合出場、4アシストを記録。この活躍を受けリオンはメンディとの契約を2023年まで延長した。 二年目の2018から19シーズンは公式戦44試合出場3ゴール、3アシストを記録。リーグスタッツでは全 DF の中で2位のドリブル成功率 UEFA チャンピオンズリーグでも DF として最高の成績を残したと報じられ、2018年11月にはフランス代表デビューも飾っている。この活躍を受け FC、バルセロナや 元フランス代表のジネディーヌ・ジダンが監督を務めるレアル・マドリードが注目していると報じられた。2019年6月12日、スペインのレアル・マドリードに移籍することが発表された。契約期間は6年間で移籍金は4800万ユーロ、出来高と報じられた。加入後半年ほどで高い身体能力を活かした守備力が評価され、チャンピオンズリーグなどの重要な試合で、 スターティングメンバーに名を連ねるなど、ジネディーヌ・ジダン監督の信頼を勝ち取り、2010年代世界最高のサイドバックとして、クリスティアーノ・ロナウドと共に、レアル・マドリードの左サイドに君臨し続けていた。マルセロからレギュラーを奪った。2018年11月、負傷したバンジャマン・メンディの代役として、フランス代表に初招集される。ウルグアイ代表戦で代表デビュー。 国際 A マッチ7試合0得点、ありがとうございます。